っとまずお願いします。はい、新宿区で公認をいただきました斉藤由里と言います。政治家とアイドルという組み合わせで、私はすごく気に入っているんですけど、まあその可愛いだけって思われがちなアイドルが真面目に政治発信をしていくっていうことにすごく興味を惹かれて今回応募しました。はい、まず政治家を目指した志のきっかけみたいな何かあったんでしょうか。そうですね、まあ、なんか友達の選挙を手伝ったのがきっかけで、なんか意外と選挙って面白いなとか、まあ、何でしょうね、例えば千葉県野田市とかだとゴミ袋に名前を書かなきゃいけないって言われて、まあ、それっていらないんじゃないとか、そういったことも、まあ、政治活動にはなっていくので、なんか意外と何でしょうね、身近なものっていうか、意外と興味関心を抱かずにはいられないものなんだなって思って興味を持ちました。誰にも負けないものっていうのは何かありますか。誰にも負けない、これだけは負けないみたいな長所みたいなのがあります。誰にも負けない、まあそうですね、普段は、何でしょう、男女がモテる発信っていうのをしているので、なんでしょうね、そのコミュニケーションの部分については私は誰よりも強いと思います。はい、はい、好きな言葉とか、なんか座右の銘みたいなの。座右の銘、まあ、死ぬこと以外はかすり傷ということですね。はい、あなたが今一番訴えたい主義とか主張っていうのは何かありますか。そうですね、まあ何でしょう、今日本って添加物がすごく多い国って言われてるんですよ。まあ世界でトップ3ぐらいに入るぐらいの、まあ、例えばその普段食べてる果物の農薬ですとか野菜の農薬とか、まあ、食品に使われている保存料とか着色料とか、まあ、そういったものが危ないっていうので、それが今の日本の未来を背負う若者たちの学校給食にも入っちゃってるんですよね。なんでそのオーガニック給食を、まあ、目指していけたらなというふうには思っています。じゃ最後に有権者に何か一言お願いします。はい、新宿で毎日このピンクの服を着て活動しておりますので、新宿で私を見かけたりしたら、ようこそというふうに言ってほしいですね。政治家女子48へようこそという挨拶なので、はい、今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。頑張ってください。はい、よろしくお願いします。